皆さんこんにちは、ゆっくり霊夢です。皆さんこんにちは、ゆっくり魔理沙です。今回はカテキョウヒットマンリボーンのあのキャラを解説していくぜ。お願いします。ぷぷーん、なんでちびっこばっかりじゃない。ぷぷ、こんなの全部ブルーベル一人で片付けられちゃうもんね。ということで今回解説するのはカテキョウヒットマンリボーンの登場人物ブルーベルだぜ。まさかのブルーベル。ということで解説していくぜ。ブルーベル、カテキョウヒットマンリボーンの登場人物で、ミルフィオーレファミリーのリアル6強化の一人で雨の守護者だぜ。無邪気な性格で、言動は子供っぽく、語尾にミュとつけることが多いぜ。漫画の吹き出しで出てくることが多いクマはブルーベアというぜ。また、マフィアなだけあり、言葉遣いも割と悪いぜ。未来編の時点で10代前半の見た目だが、実年齢は20歳を超えてて大人の可能性があり、おそらく合法ロリだぜ。ブルーベルは年齢がわかりにくいわよね。10年前の時点で制服を着てることから、少なくとも10年前の時点で中学生の可能性が高いぜ。なので、未来編では20歳を超えてる可能性が高いんだよな。まあ、あれが私服の可能性もあるし、実際は小学生で制服がある学校に通ってる可能性もあるがな。また、未来編のブルーベルは服を脱ぎたがる癖があり、読者や視聴者たちを別の意味でドギマギさせてたぜ。10年前は脱ぎ癖はないがな。かなりギリギリを攻めてるわよね。10年後のブルーベルの服装はリアル6強化共通のコート1枚のみでかなり薄着だぜ。ちなみに、リアル6強化は事実上のゼクラン直属の親衛隊で、第0部隊、パフィオペンジュラム隊所属ということになるぜ。こんな可愛らしい容姿だが、ゼクランが世界中から集めた精鋭部隊なだけあり、その実力は折り紙付きだぜ。どうやら、水に入るのが好きらしく、水槽の中にいる描写があったぜ。本人曰く、筋トレしてたらしいぜ。リアル6強化の中でも唯一ベクランを呼び捨てで呼んでるわよね。彼女の性格からか、ベクランのことをベクランと呼び捨てで呼んでるぜ。だが、ベクランには非常に懐いており、忠誠心も高いぜ。彼女がベクランにこれほど懐いてるのは過去に彼に救われたからだと思われるぜ。彼女はベクランによると、他のパラレルワールドでは誰よりも早い、オリンピックの水泳選手だったらしいぜ。彼女の過去は小説、弔いの花は散るにて語られてるぜ。ちなみに、リアル6強化で過去が語られたのは彼女のみだぜ。彼女のみ過去が語られてるとか優遇されてるわね。本編の世界のブルーベルも将来有望な水泳選手だったようだぜ。だが、事故により足を負傷し、泳げなくなった上に、大好きだった兄も死亡してしまったようだぜ。そのせいで自暴自棄になってしまったが、そんな時にベクランと出会うぜ。そして、自分の足が二度と治らないことと、それによって二度と泳げないことを知ったブルーベルは脱走するぜ。やがて、心身ともに衰弱し、ブルーベルが見たのは水を自由に泳ぐ自分の姿と大好きな兄の幻影だったぜ。その後どうなるの？だが、ブルーベルはその幻影を否定し、その時、霧の中からベクランとトリカブトが現れるぜ。ブルーベルの覚悟は本物であり、マーレリングの所持者にふさわしいと言われ、雨のマーレリングを授けられるぜ。他にいたリアル6強化がトリカブトだけだったことを考えるともしかしたら、ブルーベルはトリカブトの次にリアル6強化に加入し、リアル6強化の中でもフル株の部類なのかもしれないぜ。まあ、あの場にいなかっただけの可能性もあるがな。ブルーベルはベクランに救われたわけね。リアル6強化の中だと奇境と一緒にいる描写が多いぜ。おそらく、リアル6強化で最も仲がいいのは奇境だぜ。また、ザクロとは犬猿の中で、顔を合わせるたびに喧嘩してるぜ。代理戦争編では、ノサルと仲良くなってたぜ。本人曰く、仕方なく友達になってやったとのことだぜ。また、代理戦争編ではユニとも仲がいいらしいぜ。どうやら、年はユニと近いっぽいぜ。その可憐な見た目や自由奔放な性格、その反面、悲惨な過去を持ってることから、リアル6強化の中では人気が高めだぜ。リアル6強化の中でもブルーベルだけ過去が明かされてたり、かなり優遇されてるわよね。ということでここからは彼女の能力を解説していくぜ。お願いします。彼女は雨のマーレリングを所持しており、使用する炎も当然雨の炎だぜ。また、マーレリングの力を使って腕を水のように変形させることが可能のようだぜ。それに、水中でも地上と大差なく活動できるようだぜ。ボックスに頼らなくてもかなりの戦闘力があると思われるぜ。また、
アンモナイトのようなボックスを所持しており、開口することで無数のアンモナイトを放って攻撃することが可能だぜ。シュラ開口ってのがあるわよね。そして、リアル6強化には体にボックス兵器が埋め込まれており、それを開口することで絶大な戦闘力を発揮するぜ。体内にボックス兵器が埋め込まれており、このボックスを開口することをシュラ開口というぜ。このシュラ開口はボックスのアニマルの力と本人の力を組み合わせることで爆発的な戦闘力を得られるぜ。最終章では外付けシュラ開口が登場しており、ボックスを普通に開口してシュラ開口の力が使えるようになってるぜ。まあ、ブルーベルは外付けシュラ開口を使った描写がないがな。ブルーベル最終章はほぼ戦ってなかったもんね。彼女のシュラ開口は初にサウロピオッチャだぜ。このボックスを使うとブルーベルが人魚のような姿になるぜ。戦闘力が倍化するのはもちろん、超人的な心肺能力と潜水能力、鉄壁のバリアを身につけてるぜ。そのため、地上戦でも力を発揮できるが、それ以上に水中戦が得意のようだぜ。劇中では残念ながら地上戦が主だったがな、ショニサウルスとは三畳紀に生息していた魚竜と呼ばれるイルカに似た爬虫類の動物らしく、全長15メートル、体重35トンとクジラ並みの体躯を有しており、全魚竜の中でも最も巨大だったらしいぜ。恐ろしいわね。ボンバーアンモニーテ！ボンバーアンモニーテ。巨大なアンモナイトを雨の炎で生成し、飛ばして攻撃するぜ。当然、雨の炎が付与されており、絶大な威力を誇るぜ。他にも、劇中では未登場だが、ナパルムアンモニーテ、ボンバーアンモニーテジガンテという技も使えるらしいぜ。この技インパクトあるわね。バリエラメドゥーサ。巨大な雨の炎による防御壁を展開し、相手の攻撃を防ぐ技だぜ。一見、ただの防御技に見えるが、そうではないぜ。この盾を壊そうと接近した相手を自身がまとっている純度 100% の雨の炎のプールに誘い込み、雨の炎のプールに入り込んだ者は雨の鎮静によって全ての分子の機能が停止に近づき、身動きが取れなくなるぜ。入り込んだ者の動きを封じ、攻撃できるので非常に厄介な技だぜ。ブルーベルの能力の解説はこんな感じかしらね。ということでここからは彼女の劇中の活躍を話していくぜ。お願いします。チョイスゲームでは不参加で白蘭と共に観戦してたぜ。ミルフィオーレが勝利に終わったが、ユニ、ムクロの介入でツナたちは逃げられてしまうぜ。ユニに固執する白蘭に怒りを見せるブルーベルだが、白蘭はブルーベルにガチ切れしたぜ。さすがのブルーベルも怖かったのか腰を抜かしてたぜ。その後は白蘭にちゃんと従うことにしたようで、ツナたちを襲撃するぜ。ツナたちにダメージを負わせることに成功するも、抵抗されるぜ。で、シュラ開口しようとするのよね。だが、卑怯に止められ、さらにトリカブトがやられたことで撤退したぜ。その後は森で最終決戦になり、ザクロとゴクデラの間に割って入るぜ。だが、バリアー、黒曜組が集結し、混戦を極めたぜ。そんな時に雷のリアル6強化のゴーストが襲来するぜ。ゴーストの予想外のヤバさにブルーベルもビビってたぜ。そして、真っ先にブルーベルはゴーストの犠牲になり、炎を吸い尽くされ死亡したぜ。これ正直悲しかったわ。小説、弔いの花は散るの内容はこの時のブルーベルの走馬灯だったぜ。自分を救い、信じていた白蘭に裏切られ、殺されるという、あまりにも悲しい結末を迎えてしまったぜ。白蘭に裏切られたことに相当ショックを受けてたことが伺えるぜ。原作ではあっさり殺されたが、アニメでは、白蘭、なんでと言っており、より悲惨さが増してたぜ。彼女の過去を知ると余計に悲しくなるな。ザクロや奇境、デイジーもブルーベルと並ぶぐらいひどい過去を持ってるっぽいからリアル6強化のこの結末は悲惨すぎるわよね。未来編ではあまりにも救いのない悲しい最後をたどったブルーベルだが、最終章、代理戦争編では白蘭の配下としてさらっと登場してたぜ。未来での記憶はあると思われるが、ブルーベルは相変わらず白蘭に懐いていたぜ。他のリアル6強化も同じく、白蘭に付き従っていたぜ。ちょこちょこ登場していたが、残念ながら戦うシーンはほぼなかったぜ。まあ、未来編での悲惨な結末を考えれば再登場しただけでも嬉しかったがな。現代のブルーベルは元気そうでよかったわね。戦いが終わった後も登場しており、白蘭と共に病院にいたぜ。これでブルーベルの解説は終わりね。総括すると彼女は未来編では悲劇的な最後を迎えてしまったぜ。だが、最終的には元気な姿を見せており、救われた結末を迎えたと言えるぜ。そうね。
ということでブルーベルの解説は終わりだぜ。チャンネル登録、指摘やコメント、ツイッターのフォローもよろしくね。それでは皆さん、ご視聴ありがとうございました。